去年の、去年の今の4年生か。去年のゼミでは、本当に1年ぐらい前に、Google のアセンチやってる。本田さんに、Google の人に来てもらって、説明もしてもらったりしてるんですけど、以下の、コードエディター、Google アセンチ、コードエディターを立ち上げます。はい、Google のアカウントでも、アカウントでの動画が必要です。で、リンクをクリックすれば、ちゃんと立ち上がればこういう画面になるはず。この画面がない人がいたら教えてもらいます。ちゃんとアカウント登録ができてればこうなってるはず。なので、まず、これが一回チェックします。はい、はい、アカウントを大学だって言う、大学ではない、家ではないけど、その回線ってどこか自分のスマホを経由したし、ちょっと前に自分の中で、それ自宅ですか？自宅です。4人。で、
でやって。なるほど。5人、たぶん5人、今。これね、登録してから5日間くらいかかるんじゃないですか。いや、Google 曰く、かなり厳しめにしてるっていう。その、なんで厳しめにしてるのかっていうと、Google Earth Engine のアカウントって、今までだったら多分できることで言うと、1ライセンス数百万円払わないとできないことが全部できちゃうから、それをアカウントをガンガン作って、1アカウント12ギガまで容量を加える。それを含むアカウントをバンバン作っていくと、まあ、12ギガのスペースをどんどん増やして、いくらでも仕事で使えちゃうっていうのを、Google は警戒して始めてる。で、なので、同じ IP アドレスの同じ組織の中から一斉に作戦でリクエストを送ると、そこでバン。いうので、自宅でやってみようという話にしたんだけど、11、14、18、19、19の5ぐらい。いや、でもあれか、授業でいっぱい作ってるから。よし。よし。じゃあ、うまくいった人だけちょっとやるか、ちょっとメモしよう。今、学外からアカウント設定して、よし。はい、じゃあ、今、うまくいった人だけ何ができるのかの手応えを、ちょっと見てもらいます。で、Google Earth Engine ができることは、Google が持っている大量の衛星画像を、研究目的でもそうだし、単に見るだけじゃなくて、その情報に直接アクセスして、情報から必要なものを抽出したりすることができる。例えば。で、その手法をうまく使うといろんなことができるよっていうのをちょっと今後、Google とうちの研究室でいろいろやっていこうというふうに思っていて、その入り口が、まあ、まず壁だなというふうに思っています。で、画面構成を見てもらうと、真ん中下の方に地図が出てきているという状態。で、上にある四角い真っ白の枠が、これが、まあ、プログラム、JavaScript を基本的にここに書いて、Google Earth Engine を動かす、プログラミングをする、まあ、場所です。で、ただ今日は時間ないので、プログラミングは一切しないです。どうやるのかっていうと、左側にあるサンプルのスクリプトをそのまま読み込んで、それを実行するだけです。まあ、すでに Google がプログラムを書いてくれてる。それを読み込んで実行するだけ。なので、左側のスクリプトっていうところを見てもらって、その中のエグザンプルってやつ。で、ここに大量にエグザンプルがあるので、その中から面白そうなものを一つ選べばいいということです。で、まあ、授業でもやったので、あんまり面白いものは何がいいかな。そうだね。この Google Earth Engine ですごく大事なのは、数字をどうやって扱うかっていうことを理解してもらえばいいかなと思っているので、そうだな。じゃあ、これにしよう。エグザンプルで、イメージっていうホルダーがあると思うんだけど、エグザンプルの中にいくつかイメージとかイメージコレクションとかフィーチャーコレクションってあるんだけど、一番上にイメージっていうホルダーがあるので、それをまた開いてあげると、階層構造になって、いる中で、上から2番目、ノーマライズとディファレンスというのをこれクリックする。そうすると、Google Earth Engine の、サンプルプログラムで、ノーマライズとディファレンスというサンプルコードが出てきて、なんだかよくわかんないけど、プログラムが流し込まれた。で、これを実行するのは上にあるランボタンってやつ。ランボタンを、とりあえず意味わかんなくてもいいから、ランボタンを押してみる。で、そうすると、Google Earth Engine が計算を始める。で、しばらく待つと、こういう風に出てくる。これが Google Earth Engine のすごいとこであり、ほぼプログラミングしなくてもある程度のことができちゃう。で、ただ見るだけだと
終わりなので、もう一個だけやってもらいたいのは、この中で今色が黄色、緑、オレンジ、赤、まあ、そんな色が多分白もある。だけど、まあ、今カンザスシティが自動的に出てきたけど、このカンザスシティの中心部を、あ、決まったね。見ると、これ赤く色が、塗られている状態。で、この、色が持つ意味というものを、分析してあげるということが Google アセンジの中ではすごく大事です。で、1個だけ、この色の分析をするときに必要な情報が右側にあるインスペクターっていう機能なので、これだけやって、今日のところ終わりにします。今、とりあえずよくわかんないけど、ノーマライズリファレンスという手法を使って、これ実は、1日1回撮影しているモーディスっていう NASA の衛星画像なんだけど、宇宙から地球を撮影した衛星画像をもとに、ノーマライズディファレンスというある計算式にのっとって計算をした結果がこの色で、表現されている。じゃあこの色ってどんな数字なのかっていうのを今インスペクター、右上にあるインスペクターのタブをクリックして、そうすると地図上でマウスのカーソルが十字のキーになる。十字のマークになる。インスペクターモードにする。で、その状態で赤、一番こうカンザスシティの中心部ぐらいの色の赤いところを、明るい赤いところをクリックしてあげると、その数字を読み込んでくれる。で、これが、今画像分析した数字のある場所、一箇所を指定したときに、出てきた数字がこのインスペクターの中に出てくる。はずです。あと、そのクリックした場所の緯度経度もポイントとして記録されています。で、重要なのは、下の方、ND、Normalized Difference という数字、ND って書いてある、今、俺がクリックしたのは 0.19 という数字が出ています。で、これ何かっていうと、Normalized Difference というのは、指数化とか指標化っていう考え方があるんだけど、ある計算をすると、例えば、地震の規模でも台風のスケールでも何でもいいんだけど、いろんな数字が出てくる数字を人間が分かりやすく判断するためによくある手法は、とりあえず0から1、もしくは0から100っていう形で、まあ、パーセントをよく使うんだけど、パーセントをよく使う。0から1が0から100っていう形に一回スケールしてあげて、この数字の意味は0から100に、もしくは0から1に置き直したらいくつですよっていうふうに、その、値を決めてあげる。そうすると、今 0.19、ノーマル、まあ、ND っていう数字の説明をするだけでも時間かかっちゃって、今、Google Earth にとりあえず計算しなさいって計算した数字は、今回は0から1の間のどこかに入るように計算をさせていて、それが 0.19 っていう数字が今、導き出されました。で、これは何を意味するのかっていうと、実は計算式の中に、この場合には植生指数って、この、指数。この場所は植生の、さっき、ドローンの画像で植生の比率、緑比率の話があったけど、まさに、まあ、ほぼほぼ緑比率に近い、この場所の植物の量、活性度はどのぐらいなのかっていうことを Google Earth が衛星画像をもとに計算したら 0.19、まあ、という数字が出てきましたよ、ということになります。で、まあ参考までに、じゃあ緑色のところをクリックするとどうなるのかっていうと、ポチッと。緑のところを見ると0.40っていう数字が出てきたんです。つまり画像を1箇所クリックすると、そこの植生の活性度というものが数字で0から1の間に落とし込まれた上で、この場所はその植生の活性度いくつなのかなっていうことを、これインタラクティブに確認することができる。で、その数字をもとに、あ、だったらこのカンザスシティの中心部は値が低いから多分緑はそんなに多くないという地図が作れたりするし、逆にこの数字の値が 0.4 よりも高いということは、かなり植物の活性度が高いから、ここはもう森林として地図に落とそうみたいなことができたりもするということです。言いたいことは、普段 Google Earth とか Google マップで見てる絵だけだと、この数値まで定量化して評価することはできない。だけど Google Earth エンジンというのを使うと、
この画像からがさ、この衛星が撮影したデータとの中を分析して、ある計算式をちゃんと回してあげると、自分の欲しい情報がこうやって計算できるという技術ですよ。でこういう、これの、まあ、衛星リモートセンシングっていうんだけど、こういうことが、しかも今無料でできちゃうっていうのはめちゃめちゃでかいので、ちょっとこの、使い方を、もうちょっと面白く使う方法を、作りたいなというのを、この研究室でもやっていこうかなと思っています。なので、まあ、言いたいことは大体終わりで、今日確認したかったのは、学内からこのアカウント作るととにかく引っかかってアカウントバンされる可能性があるので、そうじゃない方法で試してもらったけど自宅で引っかかる人が多いということと、そうだね、とりあえず、数字を見たいな、カンザスシティの中心部の、NDVI の値をスクリーンショット撮ってこんな感じかな。なので、とりあえずこのスクリーンショットを送ってもらえばいいかな。ポイントとして緯度経度が示されていて、ピクセルズで、モーディスのバンド、ね、まあ、そのままだね、モーディスと NDVI の2つの情報がちゃんと表示されている状態でスクリーンショットを全部撮っておいてもらって、それをスラックに貼っておいてくれれば OK という感じですね。はい、今日はとりあえず、エグザンプルのノーマライズディファレンス。いいです。はい。それで、まあ、大体みんなイメージ通りできてるかっていう。ダウンして、インスペクターで、カンザスシティの中心部の NDVI 値を、確認するスクリーンショットを撮って、ここに貼れば。はい、ということで、まあみんな貼ってるけど。一応こんな感じかな。